10月25日は、グレゴリオ歴で年始から298日目にあたり、年末まで、あと67日ある。アジャンクールの戦い。超級隊を駆使したイギリスが圧勝したアルバニア決次。賛成76、反対35、危険15グレナダ新興イギリスの歴史家、トーマス・マコーリー誕生。進歩主義的な保育士官の象徴エゴイズムを唱えた、ドイツの哲学者。 マックス・シュティルナー誕生作曲家、ヨハン・シュトラウス二世誕生。ワルツ、美しく青きドナウを聞くクロアチアの古生物学者、ドラグ・ティン・ゴルヤノビッチ・クラ誕生。クラピナのネアンデルタール人遺跡を発見した第35代内閣総理大臣、平沼木一郎誕生パブロ・ピカソ誕生。右は、ゲルニカのタペストリー写真家、ドモン・ケン誕生。暮らしの手帳を創刊した編集者。 花森安次誕生。画像は、第一号日本国憲法制定に携わった、ベアテシロタゴードン誕生、山本浩二誕生、大仁田厚史誕生、オーランダのキックボクサー、ピーターアーツ誕生、小笠原道博誕生、天武天皇の御子、大津御子無本の権威をかけられ自害、イングランド王スティーブン没。ツ。枚モードとの多い継承争いで無政府時代を招いた。 カンタベリー物語の著者、ジェフリー・チョーサー・ボツアメリカ合衆国の画家、チャールズ・マリオン・ラッセル・ボツ。西部開拓時代を題材とした絵画を数多く描いた、原口東造受水自殺、リットン調査団団長、ビクター・ブルワー・リットンボツ第5代フィンランド大統領、リスト・リュティ・ボツ。継続戦争を経て、単独講アと存続を勝ち得る初代。 ダンブルドア校長役、リチャード・ハリス・ボーツ。ありがとうございます。